今日の話を聞いて一番心に残ったことは何ですかということについて、この、3人か4人のテーブルになると思いますが、でお話をしていただきたいと思います。この町横須賀の魅力について新たに気がついたこと、発見したことがあるかどうか、このことについてまたちょっと、5、6分ですか時間を取りたいと思いますので、ぜひ、話をしてください。それとビクトリーとか言ってあんま知らないですよ。私に何ができるだろうかっていう声が何人かいたんですけど、そういう市民の方の声を例えば行政の方が拾う仕組みがあるのかとか、どんなふうに応援していけるかとか、もしメッセージが今あればぜひお伺いしたい。ここだけでいいから踏み出してもらいたいなと思うんですね。で、広げる取り組みとしては、例えばボランティアポイント制度なんかを立ち上げて、そういう市民公益活動をやるとポイントがもらえて、横須賀市のプールで使えるとか、それをまた市民活動の団体に寄付できるとか、そういう広げる仕組みとかもありますので、まず一歩踏み出してもらうというのはすごく大事なのかなというふうに思います。で、いろいろやれることあると思うんですよ。例えばさっきあそこのテーブルでは市民児童院さんいらっしゃいましたよね。民生委員の子供版、ね、でそういうのあると思います。知ってます。でそれに例えば手を挙げて、ね、子供がなんかこう、ね、虐待があったとか言った時にですね、やっぱ周りの民生委員さんとか市民児童院さんがこう入っていって、で悩み聞いたりとかって、そういうすごい大事だったりするので、そういうのも、まあ、一種の行政と組んだボランティアですし、そういうの手を挙げるのもいいですし、あとまあなんかサポートセンターとかとおっしゃってましたけど、別にサポートセンター行かなくても勝手にもう育児サークル作っちゃえばいいんですよ。ごめんなさい。ね、勝手に NPO とか作ればいいんですよ。でやってゴリゴリこう助け合いしていって、でそのうちなんかこう盛り上がってくると、なんかこう行政が一緒に何かやりましょうよみたいなのになってくるから、それ一緒にじゃイベントやりましょうよとかっていう形でもいいですし、とにかくですね、まあ、誰に許可取る必要もないので、いいと思ったことはどんどん始めちゃえばいいっていうふうに僕は思います。で、まあ、これをなんかある種の一つのきっかけにして、こういうことやっていこうよ、もうアイデアがあればぜひ地元でそのやっていってもらったらいいなというふうに思います。で僕の住んでるところだと、いつも小学校の集団登校があるんですけど、そこに、まあ、それほど僕が見た限りはお年寄りではないんですけど、もうリタイアされている方が交通整理というかにいらしてくれてます。でもちろんこれ無償でやってもらってて、もうすごく頭が下がるなと思ってて、毎日毎朝、来てもらってます。しかもそのおじさんは近くの駐車場までベンツで乗りつけて来てます。まあ、何だったろうと思うぐらい偉いなって思う。まあ、だから皆さんもその自分のできることは積極的にやられるといいんじゃないかなと思ってます。で、ただ学生のみんながこういるっていうのもすごく私は嬉しくて、ちょっとこうね、しどろもどろで恥ずかしくなりながらみたいな感じの参加ではあったんですが、こういうなんかこう、ここに来るっていう大きな勇気をまずなんか私としてはこう拍手してあげたいなっていうなんか思いがあります。本当に、愛知県三浦学園の皆さん、今日はありがとうございます。
でっていうのがポイントだと思います。今日気づいたこと、感じたこと、そして学んだこと、それをですねまた外に広げていくような取り組みに、ぜひご協力もいただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。